おはよう。久々のカレッジ出演。いやまあ3月に決めたってね、あ、前に3ヶ月急ピッチで準備しましたけど、できな、できな、多いじゃん、できな、多いじゃん。CPA カレッジ。はい、皆さんこんにちは。今日は CPA 新宿校にやってきました。だいぶいいロケーションやで、これ。ちょっと潜入してみよう。上はね、カニ道楽が入ってますね。関西人にはカニ道楽はね、馴染みが深いからね、なんか親近感をね感じますよね。え、何階やろ ?5 階かな ?5 階が総合受付です。お花が来てますね。え、すごいよ。ちょっとこのソファーとか、おおはよう。え、すごいんやけど。すごい。すごない？初めてです。あ、山家も初めて。初めて。マジ？おはよう。久々のカレッジ出演。っていうか勝手に読んだんやけど。すごいね。すごい。こんにちは、上田です。ちょうどいい感じのお茶。これ教室、あ、いい。え、ちょっと待って、ガラス張りやん。脱げたらバレるじゃん。ほんまや。え、これすごい。うわ、俺ここでやりたいねんけど。移籍しますか。移籍しようか、新宿に。でもなんかそれ黒板がなんかちょっとなあ、黒の黒板、いいね、すごっ。うわぁ、これめっちゃいいやん。見晴らしもなぁ、ええし。え、すげえ。これ一番でかい教室かな。もうこれ、天気予報スタイルやり放題やん。カメラは1個やな。どんだけ設備整ったら、これ使うのこれだけなの。確かに確かに。そこはポリシーやもんな。この街に、この家に、心は変える。家に帰れば、積水。この街に、この家に、心は変える。家に帰れば、積水ハウス。この家に心は変える。家に帰れば積水ハウス。この街に。並びに喋るってこれいいな。いや、皆さん新宿校オープンしました、ね、この並びで喋ってんの新鮮ですね。
も入ってる。財務さんがいるからさ、ね。3月に決めたんでね、僕も前に3ヶ月急ピッチで準備しました。大体いつも前倒しますよね。そうですね、そうですね。前倒しかなったな。1年後で予定だったんですけど。僕、国見さんのセリフ、ね、もう1年ぐらい付き合いながら、まだできてるけど、絶対なイラッチやった。あ、それはそう。あの、釣りとか無理でしょ。そうかもしれない。ずっと黙って待ってらんない。そう、無理やな。だって京都ラウンジも前倒しだったし、上田も1年ぐらい前倒しだったし。そうですね。会議の時に新宿を前倒さないっていうみんなでちょっとそのちょっと水道橋とかやっぱテナントって出すのにやっぱ決めてから3ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね。契約して内装してたからそろそろ水道橋を拡張とか、まあ、梅田ちょっとこの前拡張してたじゃないですか。はいはいはい、だから水道橋と日吉を拡張しないとまずいねみたいなちょうど話になってきて、自習室のその埋まり具合とか。確かにね。で、ふとその時に、ね、だったら先に新宿出しちゃえばいいじゃないですか。そうすると、まあ、ある程度こう水道橋とか広島も新宿に移るじゃないですか。はい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 、そういうこと。ただちょっと一瞬みんなえみたいな準備今から間に合うわけないでしょみたいな。あの、孫社長とかと一緒に、ね、そういうあの、どこも倒す先に言っちゃうタイプの人や。そうですね。あの、1回のミーティングで決まる会議なんです。あ、そう、あ、そう。工程まで分析して、うん、誰がどこに連絡してみたいな。で最初はなんかこの7月1日ぐらいならギリギリかもみたいな、はいはい、しかもちょっとまだその人も増やさなきゃいけないじゃないですか。だからその採用とかも間に合わないので、とりあえずだから新宿は開くんだけど、ちょっと一回ラウンジぐらいな形で、はいはいはい、オペレーションあんまないよみたいな感じで校舎だけオープンして、1、2ヶ月後に正式校舎としてオープンみたいなのだったんですよ。なるほどなるほど。途中から、いやもう最初から校舎にしようよ、ちゃんと。そのもうちゃんとオペレーションもやろうよみたいな、はい、途中から変えていって。これだってすごい満設に、うん。ね。ね。いや僕もちょっと、よくここまでにしたな。僕の想定よりもなんか、ちゃんといいの。これすごい。僕まだ2回目ですもん、ね、あ、そうなんですね。ナイスとか言ってから、はい、山県初めてです。初めてです。そうなんですよ、うん、すごいわこれ、ね、ちょっとまだソワソワしますね、こっちが、うん、ホテルみたいな CPA 感はないっつって。ない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 な誰が最初の授業する山県。僕、あ、体験なんか1回来月やるな、今月の、うん、来月7月に。あ、そう、本講座とかエースの山県さんだよ。いやいや、エース本講座は正解ですけど僕が一番最後でいいんですよ。僕なんてもう山県先生に教壇から押してたから。いやいやいやこれ飲み会じゃない、指導されますか。そろそろ教壇はいいですよ。いや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 、もうね、アッシュもだけに追いやられて。いやいやいやよくないよくない、誤解を結構見てるから上田さんです。足こ言われるから結構上田さんです、見てるんだよ多くの人が。そのまんま真に受けちゃうからね。本当にでも、まあ、ちょっと話からすごい講師陣が集まってますよね今ね。結構ね、うん、潤沢講師は、うん、めちゃめちゃ選べますから、ね、うん、上記レギュラーだけでどんだけいるんだっていうか、もともとそのやっぱ私の中でやっぱ相性があるんで、はいはい、絶対講師って全員の授業から選べる方がいいよねっていうふうには思っててずっとやってたんですけど、うん、さすがにこの人数だとちょっと絞ろうかな。逆に、ね、全員から選べるじゃなくて、ちょっとそのね、そういうぐらいの人数になってましたよね。ほんまにほんまに。そうそう。しかもみんなキャラが被ってないからね。そうです、うん、皆さんね、どうして、はい、そうなんですよね。選べますよね。そうそう。そうだな。そこのね、個性を思いっきり発揮してやってもらうのもすごく大事だなと思って。はいはい。なんかルール決めちゃうと、まあ、確かになんか減るリスクもあると思うんですけど、なんか長所もなくなるじゃないですか、ね、そうですね。だから皆さんに本当もう思うかままやってもらって、まあね、矢野とかもね、そうそうそう、自在にやってますもんね。あれはあれで強烈やな。あれすごい、あれだけ準備するとすごい。マジでマジで、すごいですね。すごいですよ。その質感もしながらこうやるんじゃないかな。あれなんだ。あれなんだ。ちょっと最初なんかでツイッターで質感も、そうそうそう、いつ質感こういつなんだ。天才しかわからんギャグかな、なんか。そう、なんか突っ込んだら負けかなって。お前には理解できないってなっちゃうかなと思って。いつか教えてもらうまで待ってよ。そうだな。上田さんのスーパーマンドもね、変態ですけど、ね、何何何何上田さんはね、いやいや、
よくこの量を回すなっていう言うてでも収録4か5なんですよ、工事が。ああ4か5とかでも YouTube の収録がもう、ああそれもね、結構時間かかるのやってたやつあるじゃないですか理論の勉強とか、すげえ準備してこれ時間かかってんだろうなみたいなそう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 、こりゃいいっていうやつじゃないですからね。あれだって通常の今までやった普通になる毎年やる講義よりも絶対時間かかるじゃないですかそう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 、一回限りのあれですから。そうなんですよ、すげえなと。いや、やっぱの YouTuber 目線で喋ってる僕なんてもう弱小 YouTuber。 いや、そんなことないですよすごいなと思って、しかもだってこれだけ抱えてんのに、本当に上田さんってなんか新しい企画出るとすぐ手挙げてくるんですよ、それやりますえ、また行くの上田さんしかないしかあもうこっちがビビるみたいな、新しいもん好きやな、うん、大体手挙げてますよね。当然高野さんとか、まあ、勝美さんとか池さんもスーパーマンで変態ですけど、そうそう職人って感じですよね、職人あそこ。上田さんもこっちの違った属性の変態とかあるじゃないですか。すごいなと思って。はい。みんなそれぞれの長所を生かして、はい、新宿を盛り上げていける、ね。そうですね。いけるといいですよね。やりたい、ここで授業。ほら、新しいのできちゃった。さらにやっちゃいます。新宿バージョンみたいな。だってあのでかい教室は、講師としてはテンション。そうですね。そうですね。教室でかくて。受講生さんが多いとテンション上がりますから、うん、そう、あれはやりたい。本当ここはね、そうですね、新入校は多分受講生の方もすごい人気出ると思うんですけど、ちょっと今までの新入校講師のコンセプトが違いますね。ね、はい、ね、スペースの取り方が違うんです。そうまだ慣れてないけど、自分がそうそうしちゃう、自分の質問スペースもなんかこんなに広くていいんですかみたいな。確かに社員のゾーンが広い、ちょっともったいないちゃうぐらい ね、 そうですね。今まで僕の中でもやっぱりその受講生が使うスペースをどれだけ広く取るかで、はいはい、我々がやるスペースってめちゃくちゃ狭く、水道橋にめちゃくちゃ狭くやって、そこって別に受講生の満足に繋がらないね。さすがに最近メンバーからいや我々のスペースももうちょっと取ってくださいみたいな言われたんで、確かにすいませんって言って、じゃあ新宿校からはっていう。なるほど、はいはい、そうですね。あと本丸はこの今345がこれ勉強フロアですけど、向かいにあのラウンジ、はい、まあ、2、3ヶ月ちょっと遅れてオープンですけど、ラウンジもできるんで、なるほど、コロナが出たらそこであの飲み食いしながら交流しながら、それは素晴らしいよ。そこで上田会とかもね、やってます。上田カレー会、上田カレー会、はい、松本だし研究会、個性強いな強いなワンちゃんって昆布がそれぞれで10種類ぐらいちょっとテイストに合わないかな。その下ごとにスープがこう並んでて、どのスープでお作りしましょうか。しばらく匂い残るんでしょうか。楽しい。ブランディングできると、あのすごく受講生交流会ってやりやすい。あと本当、東京じゃないところは、別に飲食店で、ワンちゃんと全国でやっていきたいですけど。なるほど。だからね、知り合いが増えるので、いいですね、勉強して。いや、ほんまに。あと講師ともね、なんかちょっとこういう、そういう会でまた話すと。そう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 そここだけ強調して放送してきて、そのもや梅田校の皆さんラウンジできますからね。国見さんが作ってくれるって。あと僕の理想はですね、梅田校もこう新宿校みたいな校舎にどっかで引っ越したいです、ね。あ、マジで。ちゃんとそのより、まあ今も梅田校あのいい校舎だと思うんですけど、はいはい、よりいいところに引っ越しながらそこにラウンジもつけて、マジか、キッチン上田もつける。おお。で OB も来てくれたり。そう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 。OB もすごいな。すごい。それやっぱり梅田も、まあ、関西もすごい盛り上げていきたいんで、うん、まあ、ちょっともう少し時間かかると思うんですけど、ちょっとお金使っちゃったから、そうですね、新宿でちょっと全部使っちゃったから、はい、ちょっと2、3年は待ちたいんですけど、はい、でも、やっぱりまずラウンジも新宿で試して、あの多分うまく回れると思うんで、そしたら大阪に行きたいな。なるほど、はいはい、じゃあ、ね、新宿校で皆さん。待ってますから。上田さんも待ってないし。結構来るのか。いや、俺は月1はコロナ収まるよ。そうですね。本当、
関東の女高生の方の上田さんに会いたいと思って、だからもう来た時は毎回ラウンジで夜は上田会みたいな。そうそうそう。なるほどなるほど。そういうのみたいな。そうしようか。ラウンジどんぐらい入る？ラウンジで70人ぐらい入る。すごい。高いんだ。こうした。すげえ。でイベントやったりとか交流会があったりみたいな。そう、基本的にはあのコンビニの冷蔵庫みたいなあるじゃないですか。うん、あれが壁に並んでて。ソフトドリンクからお酒から透明のやつ勝手に取ってみんなみたいな。マジ？それまず無料で飲み物です。ただちょっと調理場は作ってないんですけど、あの要は作る設備はあのまあちょっと最低限の中で電気があるので、確かにね。だから基本的には食事はもう出前、うん、で出前取り寄せてやりたいな。うん、出前もちょっとこの多分ここから探しますけど新宿近辺で、はいはい、あの10店舗ぐらい出前取れるとか。ちょっとした温めるやつはあるんでしょう。電子レンジとあとはその電気だけのその電気コンロ、ね、それも作りたかったんですよね。ずっとそのラウンジみたいなもの。だから受講生の方にもすごく集まれますし、受講生の方、あとは合格者の方も、はいはい、そこで集まれるといいな。いやー、はい、楽しみ。そうですね。まだじゃあラウンジできたらちょっと取れの方は。そうですね。うん、そうですね。オッケー。池部さんも連れてきてください。あの人ラウンジとか行ったらもう一晩中飲みます。だから池部さんの寝袋ちょっと買っといて、最後に酔いつめたらラウンジの隅っこでここで寝てくださいみたいな。寝袋は用意してあります。今後ホテル予約しなくていいんじゃないですか、ね、出張の時に。やだな池部さんが来た次の日酒全部なくなってる。そうそうそう、辛いけど全部飲んどいたわ、足りないわ。いいとこ池部さんの好きなお酒どれの？あのレモンチューハイです、はい、あレモンチューハイ、うん、こだわりはそうですけどね、俺この銘柄っていや多分ね何でも美味しいレモンチューハイ、うん、もう味わたってないんちゃう。シペノみたいなテキーラバーやってる人もいるんで、あそこからテキーラがもうテキーラテキーラ多いじゃない。それもうサークルのりやな。ただ彼女がもう本当にテキーラは悪用意しないから、使い用しないからってすごい言って、ほんまだよ、使い用しかせえへんじゃん。絶対もう次の日やばい。じゃあ皆さん新宿方にぜひ来てください、はい、待ってます。OK、 はい。